はい、皆さんこんにちは、山々です。この間ここね、フロントのサスペンションを交換しました。で、試しに走ってみて動きが良くなったよねっていう動画出したじゃないですか。その後しばらく乗ってなくて、久々に朝通に行こうと思って朝通に行ったんですよ。そうしましたらですね、非常に調子が悪いんですね。エンジンは、キック3発でかかります。朝1チョークを引いて3回キックでかかるっていうのは、私のベスパの答えは通常なんですね。で、走り出します。低回転域は通常通りなんですよ。だんだん高速域に入るじゃないですか。そうするとですね、エンジンのね、吹き上がらないんですよ。プラグが失火しているような状態になるんですね。で、対処方法としては、まずキャブレターを1回取り外して掃除しました。自分なりに、完璧に掃除したと思います。それでもダメです。プラグ見ました。はい、プラグを見ました。火花も飛んでます。二次エアもチェック入れましたが、原因になるようなところは見当たりませんでした。多分ね、電気系統なんじゃないかなということで、まず先ほどプラグ見ましたよね。で、プラグコードもおそらく大丈夫だと思うんですね。その次に見るのはここですよね。はい、こいつ CDI ですね。こちらのね、 CDI じゃないかと思いまして、こちらね、CDI を買いました。で、今回はね、大阪のベネさんに CDI を送ってもらいました。この CDI をね、交換してその症状が治るかどうか試してみたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、こちらはですね、 CDI になりますね。外観はこちらが青くなっただけで、他は全部一緒ですね。取り付けもね、ほとんどポン付けなんで、早速取り付けちゃいたいと思います。最初ね、ガソリンが足りないんで、ガソリンを入れに行ったんですよ。で、その時は全然気がつかなかったんですけど、ガソリン入れた後ね、ガクガクってなったんですよ。最初は気のせいかなと思ってたら、それがずっと治らなくて、一応ね、今回のような失火っていうのは本当に初めてなんですね。だからトラブルシューティングないんですよ、自分の中でも。で、一応できることはやろうと思ってキャブレター掃除はしたんですけど、全然もう症状が一向に全然良くならないっていう感じですよね。で、この CDI は30年経つんで、いつ壊れても、おかしくないのかなと思ったんで、なるべく早く新しいものに取り替えたいなとは思ったんですよ。そんなにね、高いもんじゃないですから、5000円ぐらいで買えるんで、早めに交換しちゃおうと思っていたところだったんで、今回はこれで治るか治らないかはいずれにしても取り替えたいとは思ってました。はい、入りました。じゃあこうして、はい、交換5分で終わりました。よし、じゃあね、試しに走ってみたいと思います。はい、今走ってきました。結果ね、変わらなかったです。はい、しかしですね、 CDI の方はもう取り替えようとは思っていたんで、それはね、結果オーライだと思います。この症状で、CDI は、関係なかったということですね。じゃあね、次、何をするか。この間ガソリンを入れた後なんですよね。そのあれおかしいなって気づいたのは、そのガソリンを入れた時に、何かおかしかったんじゃないかなということで、まずね、ガソリンを新しいものに入れ替えたいと思います。じゃあね、今からガソリン入れてこようと思うんですけど、今まで使ってた、このツーストのオイル、これはやめてですね、新しいツーストのオイルも買ってきました。これも安いオイルなんですけど、こちらでちょっと試していきたいと思います。で、ちょっとスタンド行ってきます。はい、じゃあね、ガソリン2リッター新しいの入れてきて、新しいオイル、これも使って入れてきたんですけど、残念ながら症状変わらずですね。じゃあ今まだちょっと暑いんであれなんですけど、マフラー、これをちょっと点検してみますかね。マフラー
マフラーがもしかしたら詰まってる可能性もありますからね。うん、点検してみたいと思います。でその後はガソリンホースかな、ガソリンホースを新しくした方がいいかもしれないかな。うん、あとニジェアはね吸ってる様子もないしな、どうなんだろうな。うん、まだちょっと分かりません。タンクの、ガソリンホースをこれ新しいものにしました。次にヘッドガーバーを取りました。カーボンがかなりヘッドに付着していましたので、いずれにしてもこう燃焼がうまくいってないということで、最終的には、プラグだろうということで、またバイク屋さんに行ってプラグを購入して、取り付けたら直りました。火花も飛んでます。今回ね、大阪のベネさんからこの CDI 新しいものを仕入れて取り付けましたけども、まあこいつは結果的には原因じゃありませんでした。でそれぞれ今回ヘッドカバーを外したんですけども、今回はねこっちのガスケット、やはりね若干このオイルが漏れるというか、こうにじみ出るというかね、まあそういう現象があるんで、まあこれは普通仕方ないのかなと思ってるんですけども、これで少しですね、このオイルのにじみが解消できれば気持ちが良いですよね。だいぶ遠回りしましたが、プラグの劣化が原因だということだと思います。プラグが原因になるトラブルは現在まで経験してこなかったので、一つ経験を積んだということと、 CDI やガソリンホースを新しく更新できたので遠回りして結果的に良かったと思います。ではこの動画が皆様のベスパースクーターライフのお役に立てれば幸いです。今回はこれにて終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。